俺はずっと待っていた。バンドメンバーたちと共に見るこの景色、空域中のモンスターたちが集まるアウギュステフェス、ついにそのステージに立ったんだ。ったく、とんでもねえところに来ちまったもんだぜ。この男はアカイドス。俺の隣でベースを弾く傍ら、気空艇の操舵をこなす。まったくだな。何人いいんだよ、観客。キーロイドス。見ての通り人ではない。故に人間には不可能と言われる曲すら叩いてみせる。まさに化け物ドラマ。これだけの観客を前にしてかえって尻込みしないとはな。クロイドス。俺のギターを分厚くサポートする最高のサイドギター。当然だ。ステージの上に俺がいれば自然と皆が俺を見てしまう。緊張する理由はないさ。そして青いドス。生まれ持った才能と美しい容姿から神の嫉妬を買い、幾多の試練を与えられた男。この俺であり、俺が率いるバンドドッシーズのリーダーにして、ギター&ボーカルだ。お前大丈夫なのかよ。いろいろあったけど。質問は選べ、キーロイドス。俺が最高のギグにする。いや、なってしまうのは明白だ。その後は、なるようになれだ。無茶するなよ。また倒れられたら困るからな。ああ。緊張を覚えるのは珍しかった。準備不足や体調、不安要素があまりに多い。だが確信めいたものはあった。夢見ていたアウギュステフェスにドッシーズは名を残すと。ドッシーズの皆さん、ステージをお願いします。行くぞ。けれど歓声は全てをかき消した。一点の曇りもない胸の中を映すように青空は眩しく。最高の天気だ。俺に嫉妬ばかりしていた神も今日ばかりは祝福せざるを得ないか。おそらくこれがドッシーズ最後のギグになる。このアウギュステフェス、伝説を、いや神話を残そうじゃないか。そして全てを理解した。度が過ぎた神の嫉妬はこの瞬間のためにあったんだ。
アオイドスの新曲とやらを待つとしよう。時は遡る。すべては一通の手紙から始まった。俺のマネージャーから連絡があっただと。ああ、急ぎお前さんに会いたいそうだ。要件すら書かず、ただ会いたいと。マネージャーらしくない。久しぶりだな、アオイドス。バンドを組んで音を探す旅はどうだい？この通り順調だ。それで、俺をわざわざ呼んだのは、そんな質問のためじゃないだろ？ああ、手紙を一通預かっていてね。ふん。まさか、あの、アオギュステフェスの招待状だと？君が夢にまで見た晴れ舞台だ。宛先は君個人だが、サイドメンバーに制限はない。どうする？出場するかい？当然だ。出場しないはずがない。即答とはさすがだね。お、なんか迷うような理由があんのか？いわゆる演奏会だろ。フェスでの評判次第でミュージシャン生命が決まるからね。好評であれば名声を得、そして不評を買えば滅びを得る。まさにデッドオアアライブだ。おいおい、そんな大事な催しに出るのを二つ返事で決めて大丈夫なのかよ。フェスが俺を求めるならば与えるさ。そして最高の新曲を持って俺はフェスの歴史に名を残す。ロスイズは永遠となる。ロスイズ終焉の時かもしれない。新曲を作るのに難航中か。
君らしくないな。まったくその通りだ。俺が俺で亡くなったかのようだ。何曲書いてもパトスを感じない。俺の求める音ではないんだ。才能よ、どこへ姿を隠した。おいおい、大丈夫かよ。フェス本番まで時間もねえんだ。ちゃんと練習期間はくれよ。でっけえフェスに出るからって気負ってんのか、青いドス。俺が気負うだと？いや、これは神のいたずらだ。神が嫉妬のあまり、俺の才能に鍵をかけたのだ。ああ、己の罪深さが今は憎い。ノイズが多いな。その様子では頭の中のメロディーを聞き取ることなどできない。己の納得できるものなら、たとえ不評を買っても後悔はないと人間のミュージシャンたちは言うだろう。集中しろ、青いドス。ああ、外の空気を吸って気分を変える。曲はもう少し待て。スランプか。珍しいこともあるもんだな。あれだけ自信満々で強引なやつがさ。まったくだな。気がつけ俺らあいつのバンドのメンバーにされちまってよ。過剰なまでの自信、それだけに曲作りにも迷いがなかった。今と以前との何が違う。キーロイドスさんの言う通り、気負っているのかもしれません。アオイドスはこのアウギュステフェスへの出場をずっと目標に掲げていましたから。舞台の違いがこうも影響するのか。まあこのフェスってやつは観客の数も桁違いって話だ。気負いもするだろうぜ。俺は あんな風にな。なるほど、彼の葛藤が曲作りにどう影響するか見物させてもらうか。にしても、なんだってあんなに新曲作りにこだわってんの。いつもの曲じゃダメなのかよ。アウギュステフェスは空域中から名だたる音楽家を集め、ギグのナンバーワンを決める大会です。ギグの評価は曲の完成度はもとより観客の盛り上がりが大きく影響します。観客を夢中にさせ、新曲で驚きと喜びを与える。いつしかそれがフェスで優勝するための必須条件になりました。この1年の集大成だって意気込んでたのはそういうことだったんだな。彼がフェスの存在を知って以来ずっと目指していた場所です。悔いが残らなければいいのですが。皆さん、差し入れ持ってきましたよ。作ったんで、そう、あれ、青井戸さんは曲作りが思うようにいかないみたいでな。
気分転換に散歩だそうだ。あらら、どうしちゃったんでしょうか。テーマ、題材、ターゲット、方向性を絞り込めずにいるのかもな。集まるのは自分のファンだけじゃない。奴の色を出しすぎても、一般受けを狙って色を消しすぎても勝ちはつかめない。だが奴のことだ。狙いが定まれば曲の完成に時間はかからないだろう。いつもは鼻歌まじりにギター抱えて 2,3 日で作っちまうからな。譜面書くのに迷いがなくて驚くぜ。作曲はある程度理論化された部分もありますからね。記憶を失う前の知識が体に染みついているようです。イメージさえ固まれば、あとは組み立て作業に近いと本人は言っていましたが。なるほど、組み立て。組み立て？何を組み立てるんですか？コード、メロディ、進行、それぞれ心地よく聞こえる組み合わせと、そうでないものがある。例えば、そうだな、ルリア、何でもいい、適当に鼻歌を歌ってみろ。いきなりですか？アーカイドス、弾いてみろ。え？あ、おう。こうか？それでいい。これを紙に書き出して行動を。なんだ今のは。ああ、なんでもねえよ。ルリアの鼻歌を弾いてみただけだ。何？あ、アオイドスさん、ちょっとお顔が怖いですよ。聞かせてくれないか。え？俺にも君の鼻歌を聞かせてくれないか。あ、はい。この曲はどこで？どこかで聞いたんでしょうか。わからないですけど、なんとなく頭に浮かんできたんです。パトスを感じる。そして予感、いや、確信が芽生えた。そのメロディーに何かがあると。マネージャー、彼女の衣装の手配を。俺は編曲にかかる。まさかフェス用の新曲にする気か。いや、だが神が本当に俺の才能に鍵をかけたか確かめたい。ゆえにゲリラギグの専用曲だ。そしてボーカルは君だ、シロイドス。マネージャー、準備は任せた。なあ、状況が飲み込めねえんだが、何がどうなるって？気分転換がてら、さっきの鼻歌をバンドアレンジするようです。そして路上で弾き語るつもりだと。お歌を歌うシロイドスさんって、十中八九あなたでしょう、ルリアさん。
私が外でお歌を歌うんですか？本当ですか？覚悟決めとけ。言い出したら聞かねえからな、青いドスはよ。もしかするとある種命がかかったようなプレッシャーを感じ始めたのかもしれません。記憶を失った彼の中に唯一残っていたのが音楽ですから。期待には応えたいですけど。まあ緊張すんのは最初だけだぜ。演奏始まったら案外スーッと終わっちまうからさ。どんなお歌になるんでしょう。楽しみですけど怖いような。あの様子から見るに編曲にそれほど時間はかからないでしょう。部屋から漏れてきた音もすでに完成に近いようだった。明日には仕上がりそうだが。お歌ができたらすぐにギグって言ってましたよね。今から緊張します。曲は完成した。これまでにないスピードでな。あれから半日も経っていないが、もうできたのか？ああ、作曲の気晴らしに作曲、悪くはなかった。シロイドスの衣装は？仕立て屋にコンセプトを伝えたところ、今日中には上がると言っていたが。オーケー。ならば先に練習に入る。準備はいいな、シロイドス。はい。赤いドス、黄色いドス、黒いドス。各パートの譜面はこれだ。すぐに合わせるぞ。目を通せ。はあ？先に個人練習だろう。合わせながら覚えろ。そうできるように書いた。今までのフレーズの応用ばかりだ。言われてみりゃ確かに、ずいぶんせかすじゃねえか。急ぎもする。なぜなら俺の才能が輝きたがっているからだ。世話しない男だな。やはり焦りは隠せませんね。すみませんが付き合ってあげてください。ちょっと怖いですけど、私頑張ってみます。なるほど、シロイドスはあーよりもあーか。全員譜面を貸せ。いくつか手直しする。あ、おい、せっかく覚えたのに変えんのか。ボーカルはシロイドスだ。この声が生きる曲でなければ世界は滅ぼせないぞ、アカイドス。ったく、変わったのはこことここで。お待たせ、アオイドス、シロイドス。オーダー通りの衣装が届いたよ。わあ！早速着てくるといい。はい。
こんな感じになりました。あ、似合ってんじゃねえか。カタリナに見せたらひっくり返っちまいそうだな。どうですか。にらまないでください、アオイドさん。俺と世界を滅ぼさないか、彼女と世界を救わないか、思わぬしなし、いや、わなしか。ドッスイズのライバル、パトスあふれる響きだ。褒めてもらえて少し安心しました。彼女の歌は申し分ないし、バンドの演奏も上達してきている。手応えを感じるな。当然だろう。俺にやるのは常に確信だ。そして俺の確信は曲へと姿を変え、皆の手応えを呼ぶのさ。さあ、フェスまで時間がない。俺のパトスを高めるために一刻も早く路上ギグを敢行するぞ。よし、私頑張ります。見ててくださいね。大丈夫か？最初の MC で何を話せばいいかわからなくなっちゃって。君の胸の内にあることを口に出す、それだけでいい。どうしましょう。これから何が起こるか気になるような。さあ、自己紹介だ、シロイドス。うまく語る必要はない。失敗したとして、それは君自身でなくシロイドスのものと思えばいい。さあ。皆さんこんにちは。私はルリア、じゃなかった、シロイドスです。鼻歌がアオイドスさんに聞かれて、アオイドスさんに誘われてバンドに、それで私ここに来ました。私お歌します。聞いてください。上出来だ、シロイドス。
苦に耐えませんね。この苦痛に浸るのも悪くない。苦痛に苛まれるべきは僕たちではありませんよ。本当なら今すぐにでも。しかし今は去りましょう。残念だ。もう少し苦しんでいたかった。パフォーマンスだったじゃないか。フェス開催地で飛び込み路上ギグとは、いやはや度胸のある子だよ。素敵な声で歌ってたわね。最初の語りこそおぼつかなかったけれど。しかし、あんな年の子だからこそ、その未熟さも魅力に感じます。耳に入れるな、シロイドス。今は称賛だけを浴びていろ。ボーカルは、まあいい。ギター2本もいい腕だが、リズム帯にやや難ありだな。アオイドスの言う通りですよ、皆さん。賛否が分かれるのは好評と言っていい。魅力がなければ誰も足を止めず、拍手も起きなかった。終演後に静寂を残すのみ。しかしそうはならなかった。胸を張って宿に凱旋しよう。なんか少し表情が晴れたか、アオイドス。俺の顔は変わらず美しいままだが。探し物は見つかったかい？ああ、初期衝動。すべてを忘れてなお消えずにいた音楽とギター。それこそ俺が探し求めていたパトスだ。シロイドス、君の背中と歌声が俺にそれを思い出させてくれた。礼を言おう。あ、その…役に立ててよかったです。新しいお歌は作れそうですか？神が与える試練など乗り越えられるものでしかなかった。俺の才能が白紙の譜面で踊りたがっている。待ち遠しい。宿に戻る道のりすら遠く感じる。アオギュステフェスという舞台で初期衝動を取り戻し発揮しろと予感はそう告げていたんだ。もはや迷いはしない。そう、俺は普通に最高ができてしまう。最高を超す最高の曲でフェスに挑む。
ありがとうございます、皆さん。彼も自信が取り戻せたみたいですね。やれやれ、労力に見合う完成度を期待しよう。本調子に戻れば完成はすぐでしょう。本番までそう時間はない。すぐにリハに入れるよう基礎練習は欠かすな、ラカム B。 おお、その辺は心配いらねえよ。船の整備も終わってるしな。おいらも、なんだい、その気合い入れっからな。うん？二人とも、どうしたんですか？え？いや、なんでもねえ。気にしないでくれ。なんだ、街角での評判も良かったんだ。大したもんだな、ルリアはよ。ああ、音楽性とギャップがあって、そこがいいなんて聞こえてきたぜ。そんな、褒めすぎです。しかし、青いドスにあの目を取り戻させたのは白いドスさんです。もしかすると、私たちが宿に戻る頃には完成しているかも。なんてね。想像し、苦悶の度合いが増しているぞ。出ない、何も。心に穴が、ぽっかりと、パトスが漏れ出ていったかのようだ。カンの嫉妬は二重の罠だった。俺は才能のマトリョーシカをいくつ開ければいい。何があった？明らかに様子がおかしいな。何か知っているのか、マネージャー。この宿にはフェスに出場するバンドが何組も宿泊していますね。知っている。あちこちから練習の音が絶えず響いてくるからな。小さな反応でした。とある部屋から響いてきたベースの音色を聞いて、青いドス。ほんの一瞬、ゼンマイが切れたように彼は止まったんです。今にして思えば、あれが兆候だったのかと。ベースだと？はい。そしてつい先ほど発表されたフェスの出場バンドを見て理解しました。その中の一つに残虐三兄弟という名が。なんだそれは。俺は聞いたことがないが。前にちょっと一悶着あってな。その時に出た名前だ。俺も詳しくは知らねえ。だが、青いドスの過去、きっと思い出すべきではない過去の鍵となるであろう人たちです。
ったく、うるせえな。また叫んでやがる。やっぱりお歌を作るの大変なんですね。なあマネージャー、アオイドスは置いといてよ。改まって何の話だよ。アオイドスの不調には彼の過去、彼が失った記憶が絡んでいる可能性があります。前船に乗り込んできた賊どもがアオイドスを見て残虐三兄弟って呼んでたろ。てめえは残虐三兄弟？何？野郎ども、精鋭を呼んでこい。じゃねえと全員命はねえぞ。賊の反応普通じゃなかったよな。何ビビってんだとあの時は思ったけど。その後アオイドスのやつ、刻んでやがる。悪趣味にも程があるぜ。魔物を原形とどめねえほど切り刻んで、あん時の目は正気とは思えなかったぜ。以前からアオイドスは剣を持つと人が変わりました。その悪趣味の行為、彼が記憶を失う前にしていたことなのかもしれません。残虐三兄弟について俺とマネージャーでつて使ってこの町で分かる限りを調べてきた。残虐三兄弟は血生臭いパフォーマンスで後ろ暗い連中に人気らしい。奴らは基本的に3人編成のバンドで、ライブ&アドリブが身上だそうだ。黒ギグとかいう妙なことをやっていて。噂にたがわぬ人気だな。みんな新メンバーのあなたに期待しているんですよ。ああ、これからとんでもないことになる。変わってほしいくらいだ。光栄だ。しかしギグで船を見ながらとは変わったことするな。僕たちはライブ&アドリブが心情、アレンジは前日に済ませるんです。メンバーの血で書かれた譜面とは気分が出るね。ギグの鳥までその気分取っておいてくださいね。時間だ、そろそろ始めよう。ブーと口を挟むんじゃないですよ。すまない。音も歌詞もひどく暴力的だし、初めて聞くやつは耳を塞いじまうほどだ。野良犬を置き詰める、石を投げぼって振って、血を蝕む呪いはやつが元気元気元気。悲鳴が焚きつける、潰して黙らせる、次に呪いの因が起きるは誰だ誰だ誰だ。
で、一番盛り上がるのがギグのラストだかで。あ、俺の譜面一枚少なくねえか。僕たちのが一枚多いんです。あなたには不要ですからね。ああ、本当に変わってもらいたい。待ってくれ、最後の一枚には何が書いてある？ギタリストを処刑です。え？ミュージシャンは譜面に逆らえない。仕方ありませんね。ドラムを刺すと書いてくれても構わないんだぞ。ダメです。その代わりご褒美をあげますよ。ギグの打ち上げをたっぷりとね。ああ、基本的に3人編成っていうのはギタリストが処刑されちまうからだ。その血の雨がフィナーレを飾るんだと。とんでもねえ連中だな。それお尋ね者になったりしねえのか。ギタリストは決まって賞金首から選ばれるそうです。ですから罪に問われることはないと。それでアオイドスは以前その残虐三兄弟とやらでギターを弾いていたということか。あくまで可能性だがな。初代ギタリストがいざこざで脱退して以来基本的に3人なんだと。アオイドスが初代か二代目か知らねえが因縁があるのは間違いねえ。まさかこのフェスで勝ち合うとはな。ふん。作曲の難航といい問題が山積みだな。こんな調子でオイラたち出場できんのかな。げっそりしてんな。作曲の方はどうだ。それより練習を始める。は？初期衝動を取り戻す。既存曲からたどり、そしてパトスを得る。まあ俺は構わねえよ。練習室の手配してくるぜ。初期衝動、不足しているのは音か言葉か。くっ、俺としたことが。血の雨の降る黒ギグか。今のアオイドスからは想像もつかねえが、妙な過去を持ってるもんだな。以前アオイドスは消えた記憶に求める音があると言っていました。もし仮に過去残虐三兄弟の一員だったとして、その記憶を取り戻すのが彼に必要とは幸せなこととは思えないんです。ああ、余計なことを思い出さずフェスに集中できればいいんだが。ここをこうか。改めて難しいもんだな。
そ、本番までにどうにか物にしねえと。リズム隊にやや難ありだな。お、ラカム、もう練習始めてんのか？ああ、本番で恥かくわけにはいかねえしな。いやいややってきてた割にずいぶんやる気じゃねえか。へっ、どうだかな。ベース弾き始めて指先の皮もずいぶん硬くなっただろう。ああ、最初は弦を押さえるのが痛くてな。なんだかんだそういうの我慢して付き合ってやんだな、ラカムは。オイラも人のこと言えねえけど、今回のフェスをうまく活かせるために俺もできることをって思ってな。アオイドスが何もかもなくして、それでも残ったのが音楽だろ。あんまり無下にはしたくねえっつうか。とにかく今は減点要素を減らさなきゃだ。減点要素か。リズム隊にやや難ありだな。ベースが年の割に初心者っぽさが抜けてないわね。いっそ青い髪の子が弾いた方が良さそうじゃない？あとドラムな。ボーカルの女の子は音楽性とのギャップがうまく効いているが。そこが決定的だな。ドラマーはマスコット臭が強すぎる。ギャップというより違和感だ。はあ、はあ、おっと、ぼーっとしてらんねえな。メンバー揃うまで俺たちだけでやるか。うん、リズム隊はバンドの要だもんな。今のフレーズ、もう一度だ。あ？おう。そこまで、もう一度だ。なあ、ここそんなに問題あるか？少なくともスコア通りには弾けているぞ、アオイドス。俺はパトスを探している。アカイドスの演奏に潜むパトスが聞き取れるまで繰り返した。もう一度。わかった。もう一度だ。
もう一度。見つかりそうだ。演奏はこの荒削りな感じでいい。違うのはリズム、メロディ。イメージと離れ、近づき、交差している。もう一度だ。ああ。もう一度、最初から。練習不足だぞ、アーカイドス。ベースが、年の割に。楽、ゆっくり、そして進んだ。これだ。理想に焦点が合っていく。なぜ演奏をやめた、アーカイドス。いや、このフェスにかけるお前の思いは知ってるつもりだ。失敗できねえってのもな。俺の演奏じゃ不安ってのも、まあ、わかるんだ。練習不足は間違いねえ。何の話だ。できりゃこんな提案したくなかったが、他のベースを探すっててもなくはないんじゃねえか。意味がわからん。なぜそうなる。マネージャーも言ってたろう、盛り上がりが結果を左右するってよ。俺の演奏の完成度を上げるより未熟さがかえってプラスになるやつを見つけた方がきっと早い。お前の目の厳しさは知ってるよ。繰り返しの練習も、いわゆる見極めのためだろ。待て、アーカイドス。なあ、いいか。実はオイラもちょっと思うところあってよ。オイラの見た目がバンドの音楽性にそぐわねえって言われて、どうすりゃいいのか。お前まで何を言い出す、キーロイドス。いいか、俺は自分のパトスが見えていないだけだ。お前たちに不満はない。気でもましたか、ベッタミン。ああ、お前が俺を定義するか。身の程をわきまえてゴミ箱に戻れ。残虐三兄弟に必要ない。これはどこかだ。赤いダス、黄色いダス、どこだ。どちらもしばらく考える時間が欲しいと言って部屋を出ただろう。くっ。
リハはどうする？時間が必要なんだろう。何日か活動を休止する。ベースはアカイドス、ドラムはキーロイドスだ。そこを変えるつもりはない。それならなぜすぐに引き止めなかった？ああ、誰も本当の俺を理解し得ない。そう、俺自身でさえも。俺は何を見た？なぜ俺は止めなかった？お前の目の厳しさを知ってるよ。繰り返しの練習も、いわゆる見極めのためだろ。違う！大丈夫か、アオイドス。質問の相手は選べ。俺は常に最高だ。そのはずなんだ。ああ、もちろん君は最高だ。けれど、最高であり続けるのに疲れたのでは？休止の期間を延ばすか？フェス本番まで時間がない。何度も言っているだろう。いや、まさか。まさか、今回の出場を辞退しろと。それも一つの手だ、アオイドス。ありえない。ありえない！俺がギグを続けてきたのは、本能に従い才能を発揮するためだ。美貌と才能を合わせ持ち、欠けているのは記憶というピースだけ。それを求めて歌い続けた。俺の本能はフェスを求めた。きっと最後のピースはこのアウギュステフェスにある。歌唱、楽器、作詞作曲、空虚な俺の中に残されたものの正体を紐解くヒントとともに。記憶のピースははめずに置いた方が幸せかもしれない。俺の記憶に神が罠を張っていると。そんなもの手に入れてから見極めるさ。フェスに出る意志は変わらないか？当然だ。目の前のフェス、目の前のギグに背を向けるのは。俺が歌をやめ、ドッシーズが消え去る時だ。わかった。僕も覚悟を決めよう。今日も活動休止か？ああ、アカイドス、キーロイドスがその気になるまでの間だ。そうか、
他のバンドからヘルプを頼まれた。休止が続くのなら俺はそっちに行く。そんな、引き抜きがかかったのか。俺はあくまでサポート、メンバーになるわけじゃないと最初に言ったはずだ。また他の人間たちの演奏にも触れてみたい、ドッシーズの活動が再開するまで。好ましくはない。だがドッシーズの活動を優先するという条件付きでなら構わない。集まったはずのピースが一つ一つ外れていく。神はフェスへの参加をよほど妨害したいらしい。神の嫉妬も大概だな。なんだか静かですね。アオイドスさんも、あーって言わなくなっちゃいました。どうしちゃったんでしょう。今は好意的な声だけを聞いていろと、もっと強く言うべきだったのか。最高を求めるあまり、俺は走りすぎたのかもしれない。お前にも意志はあるのか、グランサイファーみたいに。悔しいがあんまり上達できてね。お前も他のやつが弾くべきだと思うか。マスコット衆が強えだなんて、オイラのことバカにしやがって。ガオー、オイラはマスコットじゃねえって生かしてやりゃよかったぜ。オイラにしかできねえって言うからドラム叩いてたのにさ。ありがたいが、今のままではどうしたものかな。そうだけどよ、もったいねえし船に持ってこいぜ、すったかちゃん。な、今の音は。え、おい、B、今のどうやったんだ。ん、尻尾を使ったんだけど、それがどうかしたのか。
盲点。人間には不可能な演奏だと。そんなものはさまつな問題だった。フェスか。あんなわけわかんねえ始まりからもっとわけわかんねえことになったな。すごい。譜面を一別しただけで完璧に合わせをこなすなんて。街角で弾き語っているのを見て相当な腕前だと思ったんです。いや助かったよ。ギタリストが風邪ひいて本番まで回復に専念させたかったんだ。僕は紹介しただけですよ。それでは。うん。あんたには少し物足りないかもしれないな。そうは思っていない。美しい構成の楽曲だ。しかし、うん、なあバールさん、ちょっといいか。なんだ。あんたの音を聞いて思ったんだが、あんた青井戸さんとこのサポートやってんのか。ああ、なぜわかった。だいぶ前にな、あそこでドラム叩いたんだよ。デカイドスってなで、ほんの数日だが。B の前にいたドラマーか。話には聞いていた。はぁ、あ、今あのトカゲが叩いてんのか。アオイドスってな、ほんととんでもねえ人だな。あんたにここは退屈じゃないか。引っかかりはある。退屈か否かは判然としないが。あそこでやってけるやつにはここは枠が小さすぎる。何せ腰が死ぬような演奏は求められねえ。なるほど、枠が小さいか。ねえか、もうすぐ飯の時間か何かか。はい、皆さんに声をかけていて。どうですか、新しいお歌。なんかみんな噛み合わなくってさ。やめとくって言った身で言うことじゃねえとは思うけど。そりゃそうだぜ。見た目がどうこう言われてなきゃ、今だって練習は続けてたぜ。あれ？この音。ラカムの部屋からじゃねえか？
なんだよラカム、結局ベース弾いてんのかよ。おい、お前らノックくらいしてくれ。いや、練習ねえから暇になっちまって、気づいたらベース抱えててよ。なんか弾いてるうちに年がどうこうって言われてたのがどうでもよくなってな。アオイドスさんの言っていたことはこういうことだったんでしょうか。こういうことって？賞賛だけを浴びていろって、賛否のピに惑わされるなって。 B さんたちのこと褒めてる人もいっぱいいたんですよ。まあ確かに悪い評判ばっかり気にしちまってたな。本当は二人ともフェスやりたいんですよね。足引っ張りたくねえのは確かだが、諦めるのも実際のところは好きじゃねえ。ああ、なんであそこで怒んなかったんだって今になって腹立ってきたぜ。なんだかんだベースってのは性に合ってたんだろうな。一見地味だがこいつがなきゃ音楽は物足りねえ。花形でもあり裏方でもあり、ソーダ氏と似てる気がすんだよ。誰にも叩けねえ譜面をオイラが叩けるって知った時のアオイドス、嬉しそうでさ。せっかく期待してくれてたんだ。本音を言え、アオイドスのためにもう少し頑張りてえな。誰かが楽しいことを見つけた瞬間って見てて好きなんです。私応援したいです、二人のことね。フェスしましょう。ああ、らしくなかったな。見た目がどうこう言われるのなんて今さら気にしても仕方ねえや。休止期間は終わりそうか。あ、お前の方もヘルプは済んだのか。ここには確かに他のバンドでは味わえない何かがある。それは理解できた。そっか。じゃあ練習始めるってアオイドスに声かけるか。ああ、なんて言ってわびっかな。妙なことでへそ曲げちまったもんだ。皆さん頑張ってくださいね。アオイドスですか。気分転換に外の空気を吸いに行きましたよ。すぐに戻ってくると言っていましたが。胸の中は静寂で満ち、街は騒音で満ちている。
お前たちは。見覚えが？ないとは言わないでくれ。初めて見る。だが、知らないものではない。ならば、これの使い方も？そう、剣です。剣だ。俺に向けて構わない。これは、ああ、ベンジャミンの動きだ。記憶が消えたままだなんて許しませんからね。あなたは僕たち残虐三兄弟のギタリストなんですから。ああ。ぬるいバンドのリーダーなどやっていていい器ではない。さあ俺を切れ。お前に首を刺したぞ。ねえベンジャミン、あなたは何を望んでいるの？何でもいいんだよ、話しておくれ。どうすれば、あの子いつになったら言葉を覚えるのかしら。今は待とう、根気よく。おかしいわよ、あんな生まれた時だって泣き声一つあげなかった。助産師も言っていたわ、あれは呪われて。やめるんだ。Grrrr!
この目、この声。さあ、俺を斬れ、どの死ね、ベンジャミンとして再生しろ。殺してくれ。残酷だ。もっと深くて痛いんだ。もっと。安物の剣を握らせても刺激にならないですか。そんなことはない。とても痛いぞ。もっと。隠させ、ベンジャミン。どうした？もっと深くだ。これ、なんだ？何をしている？ダメですね、これは。終わりです、バレンス。俺は何を見た？あなたの頭の中で起きたことが僕にわかるわけないでしょう。ただ少しは思い出せましたか？憎悪と怨嗟があなたの本能です。音楽は手段に過ぎないんですよ。帰りますよ、バレンティン。今日のところはここまで。別の手を打ちましょう。残念だ、ベンジャミン。次こそ俺に致命傷をくれ。お前の剣は俺に一番深く刺さるんだ。さて、二人とも腹は決まったか？ああ、見た目でどうこう言う連中も演奏で黙らせりゃいいんだろう。音楽を比較するのは無粋だが、他のバンドで物足りなさを感じたのは事実。ドッスイズに戻ろう。すまない、アオイドスのわがままに付き合ってくれて助かるよ。最初こそ嫌々だったがな、つい引いちまうんだから仕方ね。本当に感謝するよ。あ？大げさだな、おい。お前
前どこ行ってたんだよ。いつまで活動休止しているつもりだ。フェスまで時間がないんだろ。ああ、悪いな。抜けるの抜けねえのってよ。フェスのためとは思っても途中までやって投げ出すのはやっぱ柄じゃなかったぜ。こいつらどうやって。なあアオイドス、問題ねえだろ。戻ってもよ。練習不足は解消できたか。そりゃまあなんだ、ここから取り戻すさ。いいだろう。それで最高の曲を弾く覚悟は。人間にはできねえ演奏見せてやろうじゃねえか。いい加減見せろ。俺の心を動かしたお前のパトスを。ああ、ファンと共にヘイブンしよう。曲作りを再開する。ああ、なあ、無茶なペースで作ろうとはすんなよ。調子悪そうだしよ。何？心配してんだよ、オイラたち全員。フェスの前日にさえ間に合えば俺は弾ける。サイドギターは後回しでいい。見くびるなよ。最悪を普通に戻すだけだ。これ以上時間をかけるつもりはない。アオイドスはアオイドスでしかない。他のものになどなり得ない。足りないのは緩急、構成。アオイドス、さっきメンバーと再会した時に様子がおかしかったが。あ、何があった？何でもない。彼らを見て何を考えた？曲のヒントが浮かんだ気がした。それだけだ。フェスのためとは思っても途中までやって投げ出すのはやっぱ柄じゃなかったぜ。こいつらどうやって、どうやって殺す。アオイドスはアオイドスだ。常に最高の。それ以上でも。アオイドス、アオイドス、しっかりしろ。お水いりますか？
言ってんだよ。あんだけやる気出してたやつが。静かだな。人が変わったかのように何も響いていない。もしかして俺たちがドタバタしてたのが原因か？一因ではあるかもしれない。しかし本当の原因はベンジーの過去にあるだろう。ベンジー？やはり記憶が戻りかけているんだね。けれど僕が誰かはわからないか。それが幸いだよ。場所を変えましょう。事情をお話しします。アオイドスと町で揉めていた二人組が彼をベンジャミンと呼んでいたという話ですが、おそらくその二人こそアオイドスの過去を知る残虐三兄弟だとして、何を目当てに奴を襲った？そこまでは。ただ確かなことが一つあります。ベンジャミンとしての記憶について。やはりアオイドス本人にとっては消したい記憶だったんでしょう。だから苦しんで。さっきから妙な口ぶりだな。あんたアオイドスの過去について本当は何か知ってんのか？ええ、全てではありませんが、ベンジャミンが彼の本名です。今まで隠していましたが、僕はベンジーのベンジャミンの兄です。なんだって。血はつながっていません。みなしごだった僕はある日彼の家に引き取られたのです。ねえ僕、お名前は？ジェームズ。それじゃあジムと呼ばせてもらうよ。ジム、私たちと一緒に暮らさないかい？いいの？もちろんさ、君さえ良ければね。君くらいの年の子を探していたんだ。僕は引き取り手がいなくてね、年齢的にもう難しいと思われたんだろう。けれど、ベンジーの家族は僕を受け入れてくれた。あのね、うちにはあなたと同じくらいの年の男の子がいるの。ベンジーって言うのよ。男の子同士仲良くしてやってくれ。いい友達になれると思うから。うん。さあジム、ベンジーとご対面だ。こんにちは、ベンジー。僕はジェームズ。あ、シャイな子でね、いずれなれるだろうから。ええ、きっといずれね。それが彼との出会いだった。ベンジーは何か、
好きなものはある？嫌いなものは？ベンジーは無口な、いや、全く喋らない子だった。ベンジー、夕飯の用意ができたって、行こう。今日はローストチキンだって、楽しみだね。ベンジーは言葉が聞こえないわけでも、理解してないわけでもない。ただ口を聞かなかったんだ。ねえベンジー、ジムとは仲良くなれた？少し年上のお兄さんができたな。嬉しいかい？僕が引き取られた理由はすぐに分かったよ。ベンジーを喋らせるためだ。父さんも母さんもそれまでいろいろ試したんだ。そして行き着いた先が僕だった。友達を作ってやればきっと。けれどベンジーは口を聞かなかった。僕が引き取られてから何年経っても、何をしても、何を聞いても。そして、誰も喋らなくなった。変化はあったけどね。ある日、ベンジーの部屋から声が聞こえた。な、何してるんだよ。なんでネズミなんか集めて、殺してるんだよ。やめろよ、そんなこと。やめろ。僕はその時、初めて人を叩いた。それから。またお前、ネズミを。毎日毎日、僕はベンジーを叩いた。父さんと母さんに知られる前に、やめさせようと思って。どうした？二人とも。結局僕の暴力も干からびたネズミの山も知られてしまったけどね。思い出したくもない夜が過ぎて、朝にはベンジーが消えていた。僕も家にはいられず、すぐに出たよ。それから約10年、僕は商人として生計を立て、そしてある日、あれは？一目でそれがベンジーだと分かった。成長はしていても面影があって、だけど。10年のうちに何があったのか、ベンジーは記憶を失って別人になっていた。だから僕は。マネージャーだと？
あ、優れたミュージシャンにはマネージャーが必要だろ。いや違う。え？俺は優れたミュージシャンなんかじゃない。最高のミュージシャンだ。それはすまなかった。改めて最高のミュージシャンのマネージャーをさせてもらっても？いいだろう。より多くの人をヘイブンさせるため尽力してくれ。家を出てから10年、ベンジーが何をしていたかは知らない。だが家のことも何もかも忘れてアオイドスとして生きることが彼の幸せだと思っていたのに。今は練習どころじゃねえかもな。しばらくそっとしておいてやらねえか。フェスまで時間がないぞ。本当に参加を辞退するつもりか？あの状態でどうするってんだよ。アオイドスのやつ、うまいこと過去を受け入れられりゃいいんだけどな。少なくとも過去にまつわるものからは遠ざけた方がいいでしょう。僕や残虐三兄弟といった。そんな、せっかくジムさんお友達になれたのに。これ以上彼を苦しめてはね。さんの部屋はあっちね。おいおい、お前らあいつに何の用だ。緊急取材です。ドッシーズの皆さんも一緒に。待てって、今は都合が悪い。そうも言ってられないんですよ。急いでください。アオイドスさん、一言お願いします。フェス本番に向けて意気込みを。お前ら都合が悪いって言っただろう。だからそんな場合じゃないんです。フェスでドッシーズと残虐三兄弟が対バンを行うと発表されましたが、それについてどうか。対バンで重大発表があると、その内容について触りだけでも。はぁ？対バンだ？重大発表ってなんだよ。オイラたち何も知らねえぞ。あ、
一体こりゃどういうことだよ。僕は何も聞いていない。アオイドスも感知していなかった。ならばこの残虐三兄弟とやらが勝手に触れ回ったということか。たく、こんなデマ流してどうする気だよ。残虐三兄弟と対バンだなんて最高の器具で勝ってくださいね。いや、それなんだけどさ。俺たちも楽しみにしてるぜ。あんたらが逆三に乗されて死ぬのをな。まさかケツまくって逃げやしねえよな。ドッシーズが逃げるはずないね。彼らは常に最高なんだ。君たちだってヘイブンするさ。ま、本番のお楽しみだな。腹立つ。あいつらずっとあの調子なんです。ドッシーズが逃げる、ドッシーズが逃げるって。僕たち悔しくて。私たち信じてますから、あいつらにヘイブンかましてください。応援してます。退路を断つかのようだな。これは残虐三兄弟が発表したのか。だろうな。俺たちだって寝耳に水だし、これをフェス運営が出すとも思えねえ。残るはそいつらだ。意味わかんねえことしやがって。どっちのファンもすっかりその気になってんじゃねえか。フェス当日までにアオイドスの調子が戻るか見当もつかない。すぐに対バンが誤報だったと声明を。失礼、ドッシーズの皆さん、お話が。私はこのフェスの運営委員をしております。ちょうどいいところに。このポスターに書かれている件なんですが。突然の発表に我々も困惑しております。ひとまずお相手も含めて事務所で事情をお聞かせ願えますか。お相手って残虐三兄弟って連中か。ええ、残虐のお二方にはすでに事務所に来ていただいています。アオイドスの様子を見るに奴らと関わり合うのは得策と思えんが。だが連中を早いところ黙らせねえと本当に逃げたことにされちまう。この大舞台でそれはできねえぞ。オイラたちが逃げたってお面をかぶるか、調子よくねえまま本番に挑むか、どっちも勘弁だな。ああ、下手すりゃファンが離れてこの先活動できなくなる。アオイドスの音楽の行く先も見られなくなるか。デマ撒いた理由を聞くついでによ、
アオイドスのやつにちょっかい出すなって釘でも刺しとくか。残虐三兄弟、ベース&ボーカル、ジャスティン。残虐三兄弟、ドラム、バレンティン。ドッシーズのものだ。今回の対バン告知、あれは一体何のつもりだ？サプライズ。つまり、ライブ&アドリブ。逆三のモットーだ。オイラたちは何も聞かされてねえんだぞ。それをさもやるかのように触れ回りやがって。感謝もなしか。そうとも、両陣営のファンはこれまでにないほどの盛り上がりだ。アドリブを履き違えるな。お前たちの行動はただの無計画という。何？心外だな。逆算は前日に曲を完成させ披露する。まさに天才のなせる技だ。うん？前日に曲を上げるというのは表向きの話では。なんだと？逆算を侮辱するか？僕の見立てでは、残虐三兄弟を侮辱しているのは君たちの方だ。本当に全てアドリブでギグが務まると思うのか？なあ、何を言い出すんだよ。なるほど。つまりこういうことだな。この二人は残虐三兄弟のなりすましだと。ラカム。ああ。楽器やってるやつの手じゃねえな。指先も手のひらも皮が柔らかすぎる。替え玉かよ。この二人はバンドがギグで見せている面しか理解していない。俺は残虐三兄弟とやらのプレイを聞いたことがないが、少なくとも生き残る者たちは努力を惜しまん。こんなところに俺たちを呼び出して何が狙いだ？おお、俺たちは客さんの二人に頼まれただけで。対バンの知らせを出してドッシーズの奴らをおびき出せって。くそ、俺たちはまんまと引っ掛けられたわけか。宿に戻るぞ。まさか連中またアオイドスを狙いに行ったってことかよ。ああ、急げ。外を探しても見つからないか。どこへ行ってしまったんだ、俺のパトスは。やめろよそんなこと。おかしなことを考えるな。曲作りに専念しろ。
スも言っていたわ。あれは呪われて。違う。妙なことを考えるな。最初にやるべきは言葉か音か。なぜだ、まるでわからない。神にさえすがりたい気分だ。こんにちは、青いドッサン。少しお話をしても。ドッシーズのファンか。俺が歩けばファンに当たる。おちおち気分転換もできやしない。いいえ、僕たちはドッシーズのファンではありません。俺たちはあんたのファンだ。ドッスイズでも、青いドスでもなく。何？ああ、そうだ。ギターをお忘れですよ。どうぞ。なぜお前が持っている？お似合いですね。弾いている姿も実に様になっていた。しかし、物足りない。ギターは弾くだけのものではない。何？仕方ない、お見せしましょうか。まだ思い出せないですか。本当に世話が焼けますね。一差しすれば思い出すだろう。やれ。豚が、口を挟まないでくださいよ。もっと深くですか。ああ、ねじってくれ。虫巣が走りますね。喜ぶな。気持ち悪い。すまない、すまない。懐かしくないですか。お前たち、ジャスティン、バレンティン、よくできました。はいつくばったらご褒美をあげますよ。ああ、その前に剣はお返しします。
さあ思い出してください、本当のあなたを。残虐三兄弟、空のギグ氏を語る上でその名を外すことはできない。ジャン！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 何者だ？こいつら。傭兵が俺たちを狙ってるって話だが、まさかこれなのか？全員武装すらしてねえぞ。最悪の天気ですね。雲一つない。ああ、俺たちのギグには明るすぎる。ああ、グズグ、バラせよ。空気も天気も、そして俺にふさわしいものを。作れ。ベンジャミン、残虐三兄弟のリーダーであり、ギター&ボーカル。偉そうに言いますね。僕が理解していない。ジャスティン、残虐三兄弟の両家にしてベースを担当する生粋のサディスト。バレンティ、残虐三兄弟の盾でありサンドバッグ、力強いドラムが得意なマゾヒストだ。降伏、降伏する。殺さないでくれ。いいだろう。首が飛んでも生きていられたら殺さずに置いてやる。あなたのギグにぴったりのステージが組めましたね、ベンジャミン。ああ、彼らは最悪で最強で、シダムの呪いは奴らに虚言虚言虚言悲鳴で抱きつけろ、完成して黙らせろ。次の呪いの意味で起きるは誰だ
上に残虐三兄弟が現れたことはすぐに分かる。吹き出た血は切り取られて真っ赤な炎を作り上がる。そして血の赤財布の手に、リグの空気の手に、俺にそぐわない。今日のギグも最高でしたね、ベンジャミン。ああ、おや、不服ですか？ご褒美をあげようと思ったのに。ご褒美？今日は乗らん。ジャスティンは手加減を知らないからな。だが俺にはちょうどいい。違う、盗賊狩りの賞金とギグのチケ代すら忌まわしい。ねっ、どもの歓声もだ。ギグが退屈だ。最高なのは当然。しかし今や、最高が普通になっている。最高を普通に繰り返すだけ。マンネリのプレイに、なぜ奴らは満足できる？豚が同じ餌に飽きないのと同じでは？それ以上のものを求めていないのです。バレンティンがいい例でしょう。見てください、何回殴っても同じ反応です。刺激さえあればいいんですよ。ふん、はいつくばれ、バレンティン。わかった。思うに、こうしてギリギリ死なない程度に痛めつけるのも悪くない。だが途中で箸休めにフェザータッチを挟み、それから仕上げに頭を蹴り上げた方が響くだろう。つまり、俺たちがやる音の出だしを一曲ずつ追ってみろ。まず雷鳴、暴力的ギターリフが2曲、ドラムのラッシュ、またギターと続く。ギグの演目は全て5話だ。バッハどもがあなたに求めているのは暴力的な音楽だけです。ならばそれでいいはず。いや、中盤に箸休めを入れる。ピアノかストリングスのバラードだ。無論、俺の色からは外さない。なるほど。フェザータッチの後に、奴らの尻を蹴り上げるのか。頭が回るな。ご褒美だ。バラード？出ましたか、ベンジャミン。
バラードだ。正気の基準はどこにある、ジャスティン？ごまかさないでください！激しく、暴力的に、与えるのではなく流し込むのがあなただ！ああ？お前が俺を定義するか。身の程をわきまえてゴミ箱に戻れ。ゴミ溜めで僕を拾ったのはあなただ。あそこで語ったことを嘘にするんですか？なぜ今になって方向性を変えるんです？それもバラード？めっきり海面体が死んだのですか？落ち着くんだ、ジャスティン。殴るなら俺を殴れ。ガタガタ抜かすな。従わないなら殺す。明日には譜面をあげる。まずは読み、そしてやれ。抜かすのは後だ。僕を捨てるんじゃないですよ！ああ？なら俺にしろ！なぜベンジャミンを？ピアノ？バラード？住んだ音など残虐三兄弟に必要ない。そんなものを望むベンジャミンも。そうだった、そうだった。な眼光、あの頃の目だ。お帰りなさい、ベンジャミン。ただいま。死ね。今ちょうどギターがいないんです。弾いてくれませんか？それは困った。ベースもこれからいなくなる。ならば、ドッシーズを抜け、残虐三兄弟に戻る意思があるということですね。また苦しみ始めた。なぜベンジャミンは俺を苦しめない？フェスには、ドッシーズとして出ると決めた。覆す。わけにはいかない。ファンの期待は裏切らない。なるほど。しかし残虐三兄弟のファンの期待は裏切るべきものでしたか？迷いますよね。であれば一つ提案しましょう。残虐三兄弟のファンに応えるか、ドッシーズのファンに応えるか、選択の場を用意します。あなたが本当は何者なのか、ギグで答えを出すんです。詳しいことは後ほど。ついてきてください。
こんにちは。お届け物です。おや？僕が対応します。団長さんはここで皆さんを見守っていてください。こちらの封書になります。ありがとうございます。ところで、アオイドスの居場所はやはり。ええ。個人情報ですのでお答えできず。こうなってこうか。なあ、バール、マネージャー、合ってるか？ああ、スコア通りだ。アオイドスらしい音になっています。その点でも問題ないでしょう。あの、マネージャーさん、受け取りのサインを。トイラのパイト、こんな感じでいいんだよな。やや走り気味だ。リズムを意識しろ。ワン、ツー、スリー、フォー。くそ、つい焦っちまうぜ。ワン、ツー、スリー、フォー。今までの曲とは違うテンポですからね。慣れるのも大変でしょう。すみません。受け取りのサインを。ああ、失礼。先に中身を改めさせてもらいます。なんだか大変そうです。やっぱり、アオイドスさんがいないと難しいんですか？ああ、新曲の譜面だけあっても、あいつのイメージを聞かねえといまいちピンとこなくてな。どこで曲作ってんだか知らねえけど、小出しで譜面送ってくるから、つなぎ合わせるのが大変でよ。しかし、昨日すべてのスコアが揃った。今はぼやかず練習だ。スコアとの整合性は俺が見る。練習に支障はないだろう。ああ、バール様々だぜ。形にしているのはお前たちだ。大したものだと言っておこう。作曲者不在でよくものにしている。なんだかんだあいつの譜面から確信みてえなのを感じるんだよな。ああ、本人がこの演奏をどう思うか意見を聞けねえのが不安だけど、とにかくやろうって気にはなるんだよ。もうフェスまで時間がないですけど、戻ってきてくれるでしょうか、アオイドスさん。当日不在なんてまね、少なくともやらかさねえはずだ。皆さん、アオイドスから書類が届きまして。サイン。あ？おう、あいつ何の書類を送ってきた？このサイズ、まさか譜面か？譜面は全部揃ってんだよな。なんかフェスの出番とかの通達じゃねえか？そういや、まだ順番を知らされてなかったな。この状況だ。後の方と願うが。まずは彼からのメッセージを読み上げます。ドッスイズの諸君、最高の曲がさらなる最高に近づいた。本番はこちらで頼む。まさか。
まさかの譜面だ。オイラたちが練習してるのと同じ曲だよな。どういうことだこれ。同じ曲に違いはないが、ところどころ修正されているようだな。はぁ、あ、この後に及んで変更だぞ。おい、変わったのどこだ。それが急いで書き上げたらしく、特に変更点に印もついていなくて。ルリア、悪いが付箋か何か持ってきてくれ。はい。こんにちは、お届け物です。急ぎ中身を確認していただきたいと差出人様が。差出人さんはフェス運営さん。フェスの出場順が決定しました。あ、破竹の勢いで活躍を見せる新進気鋭のドッシーズの皆様には、初日の一番手を務めていただきたく、明日の昼に向けご準備願います。だそうです。だが、なあ郵便屋さんよ、この通知書を青いドスに転送してくれねえか。ええ、それは構いませんが、受け取りのサインを先にお願いします。時間もねえ、青いドスもいねえ、こんな状況で本番やれんのか。最後、すんげえことになってんな。とんでもねえ数が集まってんぜ。青いとさ、郵便屋さんよ、青いドスのやつに通知は渡してくれたんだよな。もちろんです。あちらからも受け取りのサインはいただけていませんが、そろそろサインを。赤いドスさん、申し訳ない。運営に出場順の変更を打診しましたが、今からでは無理だと。どうするんですか。青いドスさんがいないと応対なしになっちゃいます。彼が出場をすっぽかすとはとても思えません。運営もそれに理解を示し、可能な限り開始を遅らせることはできると言っていましたが、
ッシーズ、ドッシーズ、ドッシーズ、ドッシーズ。盛り上がってるうちに出ねえとしらけちまいそうだな。確かに完成のボルテージはわずかずつであるが落ちてきている。一つ手を打つか。ギターボーカル不在でステージに出て時間稼ぎを。分の悪い賭けになりそうですが。あの私にもできることありませんか？ああ、ぜひとも頼みたい。デカイダス、お前のバンドのギターを一本借りたい。構わねえが。ルリア、着替えを。いいんですか？私がお歌を歌っても。青いドスの前座、白いドスだ。このギターは任せよう。私ギターの弾き方わからないですよ。そこは俺に任せておけばいい。行くぞ。おい、バル、ステージに出ちまった。オイラたちも行くきゃね。すみません、更衣室どこですか？
きました。ルリア、お前喉も、あ、頑張りすぎちゃいましたね。でも大田ならまだ歌えますから。あとのプレイは任せろ。観客に語りかけ時間を稼げ、少しでも喉を回復させる。はい。皆さん、改めてこんにちは、シロイドスです。皆さん、びっくりしちゃいましたね。アオイドスさんじゃなくて、私がお歌を歌うことに。実は私もびっくりでした。とっても不安で怖くて、でも温かく迎えてもらえて、大きな声で答えてもらえて、とっても嬉しくて。ごめんなさい。こんなにたくさんの笑顔が見れるなんて、ちょっと前は考えられなくって。私、すごく嬉しいです。ありがとうございます。これ以上語りに尺を割くのもまずい気がするぜ。アオイドス、まだかよ。想像もしないところで素敵なことに出会えて、大変な時もあるけど、旅に出てよかった。バル、ルリアの喉はどうだ？一度咳込んだな。あの咳からして次の一曲の感想は厳しいだろう。ルリアに無理をさせるか、それとも。アオイドス不在の事情をつけステージを降りるか。この世界は残酷だ。俺はあの日、とある街をさまよっていた。地図は持っていたんだ。しかし、街を歩く役には立たなかった。地図が嘘をついているのか、街そのものが俺を拒絶しているのか、ただただ孤独だった。すると一人の老婆が俺に近づいてきて言ったのさ。それ隣町の地図ですよってね。ダッシーズ、ダッシーズ、ダッシーズ、ダッシーズ。てめえ、待たせたな。ヘイブンの時間だ。ただしもうわずかな時間、
最高を超えるギグの準備をさせてほしい。無理をさせてしまったな。この飴で喉を癒すといい。さて、本番の前打ちといこう。どこ行ってやがったんだ、肝心な時に何度も何度も。僕たちと過ごしていたんですよ。お前たち、路上ギグを見に来ていた者たちか。ああ、残虐三兄弟のメンバー。俺がバレンティン、こっちがジャスティンだ。リーダーを連れ去って人のギグを妨害するとはどういう了見だ。妨害ではない。しかし、もっと罵ってくれて構わない。最高のギグのためですよ、ドッシーズ。そしてその次に出場する残虐三兄弟のね。何を抜かしてやがる。彼はドッシーズで歌った後、残虐三兄弟のステージでも歌うのです。その練習をしていました。どういうこと。彼はベンジャミンの記憶を取り戻した。アオイドスであり、ベンジャミンでもあります。双方のギグに出ることと、どちらのバンドを選ぶこと、二つの責任がある。なぜそんなことを。過去など忘れたままでよかったのに。あなたが彼を定義しないでください。決めるのは彼自身だ。そうでしょ。ああ、俺がどうあるかは俺が決める。そのために今はこのステージを最高のものにする。話は後だ。これ以上ファンを待たせるわけにはいかない。そうだろう。わかったよ。行くぞ、リー、バル。その前に、シロイドス、最高の前座、いや、オーバーチャーに感謝を。それにふさわしいギグを贈ろう。はい、頑張ってください。すべてが終わってから選んでください、ベンジャミン。どちらにする。彼らの命はありませんがね。とんでもねえところに来ちまったもんだぜ。まったくだな。何いいんだよ観客。これだけの観客を前にして
帰って尻込みしないとはな。当然だ。ステージの上に俺がいれば、自然と皆が俺を見てしまう。緊張する理由はないさ。お前、大丈夫なのかよ。いろいろあったけど。質問は選べ、キーロイドス。俺が最高のギグにする。いや、なってしまうのは明白だ。その後は、なるようになれだ。無茶するなよ。また倒れられたら困るからな。ああ。このギグが終わった時、俺が正気でいられるかは、俺にすら想像もつかない。消えていた記憶が、ふとした瞬間に蘇り、俺を蝕むんだ。おそらくこれが、ドッシーズ最後のギグになる。このアウギュステフェスに、伝説を。いや、神話を残そうじゃないか。待たせたな。ついにこの島がヘイブンする時が来た。オーケー。俺と世界を滅ぼさないか。ジャッジメントナイト。フィンガリングがわずかに乱れている。首のあたりとか汗びしょりじゃねえか。連中、青いドスに何をしやがった。またか。集中しろ。してるんだよ。俺は幻影、過去の俺が今を犯そうとしている。そうとも、俺からすれば元のレールに戻るだけだが。あなたは何者ですか？アオイドスか、ベンジャミンか。お前が重んじるべきはドッシーズか、残虐三兄弟か。恩賞はどっちだ。思い出せ。ネズミを殺し、賞金首を殺し、切り刻んだ死体の上でのギグを。
アオイドスもベンジャミンもない。今この瞬間、このギグ、俺はこのギグを最高のものにする。それだけは確かだ。オーケー、俺と二度目の滅びをもたらそう。ブラッディーガーデン。切り刻んでくれ。見せてくれ、君の血の色。どでかい風穴開けてやろう。装填完了、ぶちかます。赤く狂い咲け。魂のレゾナンス。任せとけ。響け、溺れろ。歪んだ魂ね。くらいや、任せとけ。どうだ、溺れろ。痛みイコール愛。カーリン、無料の典型に溺れるがいい。フェアに行こうぜ。任せとけ。響け、溺れろ。悪い子ですね。どうだ、響け、どうだ。パトスに身を委ねて。どうだ、響け。さて、切り刻んでくれ。
やれやれ、俺を縛るか。見せて君の血の色。任せとけ。せい、溺れろ。どうだ、響け。泣き、クライレティ行くぜ。俺と世界を滅ぼさないか。どでかい風穴開けてやろう。赤く狂い咲け。魂のレゾナンス。残酷な楽園に眠るヘイブンズロークメソリー。覚悟はできてんだろうな、バニッシュピアース。よっしゃ、ま、ざっとこんなところかな。やりやがった。耐えたんだな、アオイドス。まだ呼吸は荒いが、ひとまずは問題ないだろう。ジャスティン。ええ、記憶の揺さぶりは失敗したようですね。しかしかえって都合がいい。アオイドスさん、お疲れ様です。僕たちの譜面を渡しておきます。おい、こっちのステージはまだ終わってねえぞ。いや、構わない、次はこいつらとやる。あ、アオイドス、どうした？最高の譜面だろ、ベンジャミン。ああ、ミュージシャンは譜面に逆らえない。処刑するしかないでしょ。処刑が終わればフェンジャミンが帰ってくる。そして俺を切れ。さあ、さあ、フェス史上最大の重大発表、ドッシーズのリーダーの正体がここに。処刑の時間です。あなたが何のためにギターを取ったのか、今ここで示してください。何のために。なあ、本当についてきちまっていいのか。ん、
綺麗な顔してるよな。女の子みてえだな。家を出てからネズミを殺すのはやめた。代わりに殺しても良さそうな奴を見つけて殺すようになった。そしてこれも違った。何がどう違うのか分からなかった。とにかく違うと思った。ネズミの悲鳴、男の悲鳴、どちらも近くて、どちらも違う。何度目の落胆だっただろう。そして出会ってしまった。探し物は見つかったか、坊主。探してたんだろ。耳に意識を集中している。俺にはそう見えた。そう、俺は探していたんだ。大人に駆除されたネズミの悲鳴を聞いたから、ずっと。少し手伝ってやろうか。そしてあの男は奇妙な楽器を抱えて。探し物はこれか。弦を押さえてワンストローク。俺は首を振った。じゃあこれは。つまみをいじってもうワンストローク。これも違う。こんなのはどうだ。近いか。才能あるよお前。弾いてみろよ。弾き方なんか知らなかった。めちゃくちゃに鳴らしただけだ。だが、言葉にできなきゃこいつで似た音を探せばいい。変態を見つけて殺すより手間いらずだ。自分が産声も上げずに生まれたことは覚えていた。俺を気に悪がる助産師の顔も。それからずっと胸に響き続けていた言葉にしえない感情。それを表現するまで俺は喋れなかった。似た音はあったんだ。ネズミの悲鳴、男の悲鳴。どうすれば探している音に出会える。お前にやるよ。そいつはギターだ。 G-U-I-T-A-R。 好きなように弾いて好きな音を出せ。お前が抱えるのは怒りか悲しみか虚しさか、俺にはわからない。しかし、お前の心はそいつが鳴らせる。探し物はそいつに聞け。ギターがお前の代弁者だ。そして俺は十数年越しの産声を上げた。どうだ、
葵です。懐かしいか？ああ、ギターを手にして理解した。俺と似たような奴は割といる。そんな奴らが求めたのが黒ギグだ。ジャン！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 奴らは生まれついての怪物を見つけ、怪物が普通という残酷な檻を壊し、吠えることを望んだ。望んでくれた。捨てるんじゃないですよ！こいつの檻から出た側だ。そして黒ギグを求める側でもあった。俺が澄んだ音を望めば恐怖も抱くさ。お前が檻に戻る可能性か。そして先に待つのは喪失。俺を失えばドッシーズのファンも狂う。喪失だ。だからジャスティンは俺を殺した。お前の言う通り、奴は狂った。さあ、選択の時だ。お前はドッシーズと残虐三兄弟、どちらを取る？俺は。アオイドス、ベンジャミン。この世界は残酷だ。グー。神は常に求める。何時こうあるべしと。今とかけ離れた場所に理想を置き、道のりすら示さず放り投げる。ありたい姿、あるべき姿。そんな迷いは俺から五感すら奪う。ある朝、共用の洗面台で歯を磨いていたんだ。歯磨き粉の味がいつもと違って感じた。愛用のいちご味になぜかうっすらミントが混ざって、奇妙な感覚だった。すると赤いドスが来て言ったんだ。その歯ブラシ俺んだぞってね。歯ブラシはあの時俺のものであり、また赤いドスのものでもあった。どちらも歯ブラシには違いない。しかし俺が今まで使っていたものは何を思っただろうか。オーケー、俺が滅びの後に見た景色を君たちにも見せよう。Oh.
ベンジャミンは死んだ。それがあなたの、彼の選択ですか。彼の口で僕の望まない歌を歌い続けることが。ふっ。ベンジャミンは死に、アオイドスも死んだ。それによりドッシーズは死んだ。残虐三兄弟もまた死んだ。そして二つを合わさり、ドッシーズ・ザ・セカンド・シーズン、ドッス・スイーツズとして再生する。ドッシーズと残虐三兄弟の重大発表とは、二大巨頭バンドの統合発表だったのか。おい何言い出すんだいきなりよ。行き当たりばったりで変な発表してんじゃねえよ。ドッシーズのファンも残虐三兄弟のファンも、どちらも俺のファンに違いはない。全てが俺を求め、讃え、肯定する、必要としている。俺がいなければ生きてはいけない。見捨てられるか。神は選択を迫った。ドッシーズか残虐三兄弟か。ならば俺は選ばない。両方捨てて両方を手にする。それだけだ。どうした、また俺についてこれないか。それとも試しについてくるか。僕の望まない歌を歌うのでしょう。お前の望む歌だって歌うさ。出来が気に入らなければまた刺します。ついでに俺も刺しておくんだ、ジャスティン。最高の天気だ。ドッスシーズズ最初の一曲は残虐三兄弟時代の音からだ。グラッチオブザスケープダッグ。シダムの呪いは奴らで不況に不況に不況悲鳴で抱きつけろ、せんして黙らせろ。次の呪いの意味を切るは誰だ誰だ行くのやら見届けさせてもらおう。
お疲れ様、青いドス。今日のステージは予想外だったよ。想定内だ。予想の範囲に収まれば、それは俺ではない。訂正しよう。今日は想定内だったよ。全空一のね。すみません。そろそろサインをいただいても。ダメだ。髪が小さすぎる。ドッス・シーズズのメンバーは6人だ。全員がフルサイズのサインを書いて収まる紙を用意してほしい。いえ、その受け取りのサインを。新曲の評判も良かったじゃねえか。やったね。